はい、最後ですが、テルツァイ圧密理論という話をします。4番の時点で圧密量を計算できたんでもういいんじゃないかっていう話あるんですが、実は1個だけ盲点がありました。これまで求めてた圧密量っていうのは、実は最終圧密量だったんですね。圧密が終わりきった時に何メートル沈下してますかと、そういう話でした。でもやっぱり圧密してる最中も知りたいですよね。つまり、土地も知りたい。1年後何メートル、2年後何メートル、3年後何メートル。こんな風に考えたテルツァイさんは一生懸命、頑張りました。頑張って途中も知られ、途中の厚密でも知ることができるような式を見たどり着きました。それがちょっともう動述を全部すっ飛ばしてしまいますが、こんなものです。あんまり見慣れていない方はうわっと思うかもしれませんが、一個だけ見てほしいところです。あります。ここです。式の中に時間が盛り込まれています。つまりこいつを解いてあれば時間の動きとともの圧密量が出るという式です。で、ちょっと文字の説明を補充しておきますが、U がこれが圧密量ですね。で CV っていうのがこれが、時間係数、圧密係数、すみません、圧密係数、圧密係数って言われるもので、実はこれは、CV イコール MV ガンマ WK単位が長さ、また、センチが多いですが、センチ2乗分の時間、日が多いですが、こんな、体積圧縮計さっきやったと、水の単位体積10乗と、糖水係数が組み合わさったものが圧密係数と呼ばれるものです。ですね。が CV。で、U あって CV あって、Z。Z は圧密する深さの方向ですね。深さ。で最後 T はもちろん時間と。こんな式を立てました。取り出されますが、これが入っているというのが重要になります。で、この式が出来上がったので、テルツァギさんはさらに頑張りました。こいつを解きました。このまま一生懸命。すると、この解き方もあるのですが、それを置いといて、こんなグラフが出来上がったんですね。TV、あと U。TV っていうのは、時間係数と呼ばれるもので、あとでちょっと説明します。U、これ、圧密度。圧密度というもので、上を 0% として下を 100% としますが、圧密度0というのは全く圧密してないとき、 100% は最終圧密量のことですね。これはが時間係数は時間と思ってください。時間とともにどんな風に変化しますかっていうのを書いたグラフを、さっきの難しい式を解くとこれが出来上がりました。よく教科書で見かけるこれのことですね。これのことです。つまり何日かっていうとき、1年後このあたりとしたら、例えば最終圧密量の 70% ぐらいまで圧密してるなとか、このグラフによってそれが読み取れます。逆もいきますね。圧密最終の半分いくのにかかる時間は何日なのかなとか、そういうことがこのグラフから読み取れます。で、時間係数ですが、補足ですが、これは時間そのものではなくて、こんな式になりますね。H' の2乗分の CVT ですね。はい。というものです。
CV、さっきの出てきたやつですね。これ時間です。で、H' とは何かっていうと、排水距離と呼ばれるもので、ここ、不等水素、等水素。すると、地表面がこれ、粘土があって、こういった場合は、排水距離は一番遠いところ、ので、H' イコール H になります。これ地盤の場合は。でも、粘土地盤が、下側等水槽の場合は、下からも抜けることができるので、排水距離は、この一番遠いところ真ん中からになるので、H' は2分の1だよと。ちょっと地盤の蒸気によって使い分けてねっていうのが H' になります。このグラフを用いて、途中の圧密度がどれぐらい進んでるかっていうのを求めることができるんだっていう、そんな一連の話がデルツァイの圧密理論と言います。